FC まわりのもじゃもじゃ家内のわちゃわちゃレイディオ、始まりました。この番組は FC まわりスタッフの家内良一がパーソナリティを務め、 FC まわりに関する情報を中心にさまざまな角度からお送りするわちゃわちゃな番組になっております。前回は、株式会社ザイマックスシニアマネージャーの国分さんとホワシさん、そして FC まわりマーケティンググループの阿部さんに出ていただきました。メッケの活用方法だったり、メッケのキャンペーンについてのお話を中心に国分さん、ホワシさん、そして阿部さんから話いただきました。このキャンペーンの、いわゆるこの取り組みの趣旨とか概要、そして、キャンペーンの詳しい参加方法など、話していただきましたので、ぜひYouTube でも聞けますし、ラジコでも聞けますので、ご確認いただけたらなと思ってます。さて今回もゲストをお招きし、わちゃわちゃ進めていきます。今回はその前に、もじゃもじゃ家内のわちゃわちゃレイディオ、この2023年4月からスタートしましたけれども、2024年3月をもって、終了することになりました。泣いちゃう泣いてんのはい、まあこの詳しい話はまた追ってしたいなと思いますので、まずはですね、今日の放送楽しんでいただけたらなと思います。本日のゲスト、FC マリレディースから安河内選手と稲田選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。簡単にじゃあ自己紹介を、安河内さんから背番号と名前とポジション、はい、で今日の昼ご飯ぐらい、今日の昼ご飯何でしたっけ、背番号と背番号とポジションと名前と、はい、今日の昼ごはん、はい、背番号2番の安河内亜美です。ディフェンスしてます。今日の昼ごはんは、パンでした。パン、はい、そう、何のパンか抽象的じゃあ稲田選手、はい、背番号3番稲田ありさです。ディフェンスやってます。今日の昼ごはんは昨日の残りの餃子とご飯と、なんかルッコラ、ルッコラ、ルッコラみたいなやつ、なんか草ごめんなさい、草草食べました。お野菜、お野菜ね、お野菜、お野菜食べたんですね。草で草、え、パンって何パンが好きで何パンを食べたの？昨日、うん、あのチームの、はいはい、補食がたくさん出て、でたくさんあったので、うんうん、持って帰ってレーズンパンを、レーズンパン美味しいよね、レーズンパンね、美味しかったです。で稲田選手は、はい、昨日の残りって自分で作った残り、いや、お母さんが来てくれてて、でちょっと作ってくれてたんで、餃子、もちろんニンニク抜き、餃子屋さん、実家餃子屋さん、いや全然、あ違う、宿泊餃子、はい、ああそうだよでそれを食べたと、はい、草と草と草ってまあまあ草食べたわけですね、はい、じゃあちょっと今日はまあ、まず3月の17日の日曜日に行われました、なでしこ2部開幕戦、お疲れ様でした。お疲れ様でしたということで約700人を超えるお客さんがこの里山スタジアム、まあ無料観戦とはいえ雨やったし、なかなかこう厳しいというか、まあ、濡れるような環境だったけども、たくさんの人に来ていただきました。結果は0対1の負けでしたけれども、このなでしこ2部開幕を2人とも多分楽しみにしてたと思うんですけど、感想を、じゃあ稲田選手、はい、こんなあの舞台でできることは、うん、多分この先も人生ではなかなかないだろうし、うん、まあ、ここの舞台で戦うっていうのも目標には個人的にはしてたので、はいはい、まあ、個人的にはちょっとまだ試合に絡めることは少ないから、そこは頑張っていきたいとは思ってるんですけど、ああいういい環境の中でたくさんの方がこういろいろこうなんていうのやってくださって、関わってくださって本当に感謝してるし、まあその中でちょっと勝ちきれなかったのがすごい悔しいとは思うんですけど、でもまああのまだリーグ始まったばっかりなんで、ここで落ちてでもしょうがないんで、これからももっとあのみんなでいいサッカーして勝ちを取っていけたらなとは思ってます。ありがとうございます。安河内選手は、はい、まずこのずっと見ててたトップチームで観戦してたところで自分たちがやるっていうのが、うん、こう直前までなんか信じられんぐらいの感じやって、うん、で
いざこう入ると、うん、こうトップチームみたいに音楽流れてるし、うん、アナウンス流れてるし、はいはい、こうたくさんいろんな段取りがあって、うん、これがやっぱなでしこリーグなんやっていうのと、うんうん、それと同時にこう今まで見に来てくださってなかった方もこうちょっと興味持って見に来てくださったりとか、こういろんな方、知り合いの方とかもこう実は来てくださってたとかも後々聞くんで、こうそれだからこそやっぱ勝ちたかったっていうのはあるんですけど、この中でしっかりこう今治がサッカーできたっていうのはこれからにとってめちゃめちゃ大事なことやったんかなっていうのは思います。でもめちゃめちゃ楽しかったです。楽しかった。はい、緊張みたいなのどうでした？めっちゃしました。めっちゃした。はい、それどのタイミングからしてるんですか？ピッチ入る前とか、はい、そのもう前日からも結構緊張してたとか、なんか結構1週間前ぐらいからこうじわじわ来てたんですけど、でもこう最終直前になったらもう雰囲気とかたくさん後押ししてくれてる応援とかもあって、でそこは試合中はいい緊張感で臨めましたね。なるほど。ピッチ入るまではちょっと緊張ふわふわしてる感じ、うん、それでなんかちょっと、まあ、ある程度の一定の緊張感が大事ってよく言われるけど、なんか自分でこう、うん、なんかそれを力に変えていく方法とか手段とかどんなことしたとかある？もう緊張って多分不安が結構要素的に多いかなと思うんで、うんうんうん、その1週間の中でもう不安なことは話し合ったりとか、はい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 、自分でこうちょっと改善できるように練習を増やしたっていうのは、うんうん、それはちょっとありますかね。なるほどなるほど。飯田選手は緊張とかせえへんでいいですか？しときましょうしてました。それは なんでそういう緊張が生まれたとか、やっぱその、うん、まあ、メンバーとかも、まあ、大体は分かるじゃないですか、うんうん、でもやっぱそのメンバーの緊張も伝わってくるし、はいはいはい、やっぱみんなで勝ちに行くから、うんうん、そのなんだろう空気感とかも、うんうん、このまあピッチとかも環境とかサポーターの方とかの応援とかも全部がこうブワッて、なるほど、ね、はい、来ました。ロッカーの雰囲気とかどうなの？ちょっと緊張感みんなあるなとか、ピッチに立つこのなんだ選手入場するときにちょっと緊張感あるなとか、なんかいつもと違うのか、いつもと一緒なのか、ロッカーの空気とかどんな感じなんですか？あ、どうやってやろう、どうやった、なんか、うん、みんな平気なふりはしてた。あ、多分いつも笑顔結構たやさん感じやん、うん、ね、その辺はどうなん、なんかめっちゃ怖がってるやんみたいなやつとかはそんなんはいない、あからさまはないんですけど、うんうんうん、こう喋ってみて、うんうん、おやみたいな全然言葉出てこへんやこれなんかぎこちない感じとかは、はいはいはい、自分自身もあったし、うん、そういう時はこうなんかこう気づいた人は声かけたりとか、稲田選手とかベンチにいたりしてピッチで戦う選手たちを見ててこうやとかの指示とか、ロッカールーム出る時に緊張してんなみたいな、そういうこととかはなんかするの？もう散歩してた？いや、そんな散歩しないです。いや、はい、そういう声かけとかも含めてしたできなかったですね。ちょっとまあまあまあ、でもね、うん、自分でも試合出たい感はやっぱ強かった、うん、そりゃそうやんな。でも半々です、やっぱ正直。どうした緊張もあるじゃないですか。あ、そうかやっぱそこ、アミもさっき言ってたけど、うん、不安が自分の中であったら、うん、それがうんうん、ちょっと不安要素にはなっちゃうから、うんうん、そこはまだまだだなと思います、はい、なんかチームとしてこれできたことと、なんかチームとしてなんかあんまりできなかったことみたいなのはどうですか？まあそれも、うん、こう監督とかも言ってくださって、うんうん、で今年のコンセプトというか、うん、が自分たちらしく勝つっていうのが結構大きく掲げてて、こう日々練習してるんですけど、こうできるところはできてる、そのなでしこリーグでも通用する部分もあるし、もうちょっと煮詰めていかなきゃいけない部分もあったよねっていう話もあって、でもなんかネガティブじゃなくてそれはポジティブにこれからも頑張っていこうっていう話はしました。
めちゃめちゃみんななんか僕もちょっとすいません見させていただいたんですけど、見させていただいたって感染してたんやけど、めちゃめちゃなんか勇気もらいました、皆さんから。めちゃこうひたむきに走る姿みたいなのは、多分来てくれたお客さんとかみんなそう感じてるから、また里山でもするし、まあ、愛媛県、ね、東洋地域、まあ、四国中央でやったり西条でやったりとかいろんな会場でやると思うけども、たくさん来てくれると思うし、ぜひ来てくださいっていうのを話しときながら、ちょっとまあ次でね、3月17日負けたけども、次こうシーズン通してたくさん試合あるから、ぜひ皆さんというかお二人にはちょっと活躍をねぜひ期待してますっていうところで、まあ普段何してるかってプライベートの話にちょっと振っていこうかなと思ってますが、稲田選手は最近ハマってることある？散歩以外に。散歩以外ですか？散歩めっちゃするの、まだ。それがちょっと今できてないんですよ。なんで？どうしたん？ちょっと諸事情により。諸事情により、はい、散歩できなくなった。練習前の散歩はできなくなったんです。それがちょっとやばいですよ。やばい。どこで撮ろうか考えてます。それ意図的にそのできひんくなってんの、それとも、いやいやいや、もうちょっと物理的に厳しい。物理的に厳しいです今。ああ、そうだね。ねなかなか厳しい。なかなかちょっと厳しいです、ね、今物理的に、はい。なるほど。その他なんか普段趣味とかこんなことやってるみたいな。あ、ミニマリストにハマってるんです。ミニマリストハマるとかってあるの？ああいうのわかんないですけど、もうない家の中に何も。いやって思うんじゃないですか、うん、だいぶあるんですけど。だいぶあるな。これからまず形から入っていくタイプなんで、うん、まあ本読んで YouTube 見て、うんうん、どんどんこう今なくしてる。あ、なくしてる。頑張ろうって1個1日1個とか。昨日何してたの？昨日何を処分した？昨日どうする？じゃあね、じゃあゴミやねん。別のことで、それ飲み切った飲み物のゴミやねん。それミニマリストって言わへんねん。ゴミの日やっただけやろ、昨日たまたま。そうそうそう。全然変じゃない。ほんまに本とか YouTube 見てる？見てる見てる、めっちゃ見てる。別のことで捨てる人いた？いないかも。まあ、一日一個。一日一個。今日は今日。今日はヘアオイル。を減らす予定です。中身使って減らす予定なんですよ。そう全然捉え方ちゃうねんな、この人。でもミニマリスト全然勉強してない。でもうち来た人は、うん、あれですよ、減ったねって。いや、なんかもう綺麗っていうか少ないみたいな言われるんですけど、もともと少ない感じは、うん、かもしんない。一日1個ペットボトルなくなりましたとか言ったら、そんなんもう一生かかんじゃん。ほんま、そういうの。いや、もう頑張ります、これから。なるほどね、うん、頑張ります。いや、はい、いや、少しずつ。なんか趣味とか今ハマってることとかは？最近は釣りを始めました。はい、すごっ。え、それ誰かと行くの？あ、はい。あ、そうなんや。それ休みの日とかに？そうですね、あの休みの日とか、うん、午後から何か予定があるよって時には朝一とか、うん、あ、なるほどね、はい。え、それはもうなんかこの辺で釣る、まあ、場所があるんでいいけど、釣る場所とかなんか決めてるの？いや、もう初心者なんで、うん、もう釣り具屋さんに行って店員さんにおすすめの仕掛けと おすすめの餌とおすすめの場所を聞いて、はい、もうその言う通りに行くんや、はい。何今やったら何釣んの？それがですね。それがですね。3回行ったんですけど、はいはい、つい最近あのやっと1匹釣れまして。おお、いやいや、でも、まあ、そんなんすぐこんなの簡単に釣れるもんじゃない。はい。何釣れた？メバルの稚魚。メバルの稚魚？メバル？メバルの稚魚らしいものが。聞いたら、うん、これはメバルの稚魚だってお父さんに言われたんですけど。ああ、なるほどね。はい、違う違う、え、何言ってんの？消しゴムみたいな。ほんま？魚やった？ほんまに魚でした。でも、もう嬉しすぎて。あ、嬉しいよな。はい。え、なんかこうやってさ、こう釣った人さ、こう持ってこう写真撮ったりするやん。あ、もう、はい、撮ったん、これ。私はこうカメラマンでした。カメラマンやで。釣ってないやん。はい、釣ってないんですけど、2人で行って。ああ、2人で1匹釣れたんや。はい、2人でこうやって、いや、もうこうふーんって言ったらついてってこう。
気づいたらついてたよ、はい、なんか引いたわみたいなじゃないよ、あげたらもうついてたよ、言い換え餌変えようかみたいな感じで言ったらこうピューってついてんっていうので、でももうこうザキやってこう、あ、そうか、よっしゃーって言ってそれちゃんとほんまに餌教えてもらったら、なんでちょっと店員さんのせいにしてます今。ああ、そっかそっか、なんでこうしっかり調べて、なるほどね、釣り、はい、ないいな、他なんかあるんですか、釣りぐらい、あと筋トレですね。あ、筋トレ好きなの。普段どういう筋トレを。一応あのサッカーで下半身よく使うので、うんうん、上半身もちょっとバランスよくっていうのと、うん、まあ、夏に向けてこういいからちょ見せていかんとみたいな、はい、その辺は稲田選手から見ても、はい、筋トレ好き感はあるん、普段の練習の時から人よりもちょっとストイックさみたいな、うん、パンプアップされてきてて、もう、あ、そうね、うん、結構いい感じ、いい感じ、え、こういうの目指してるのこういうの、こうやってラジオやって聞けへんけど、なんかマッスルみたいな、こう、なんかボディービルダーみたいな目指してるの。いや、本当はもうサッカーに活かせる、はいはいはい、筋肉っていうのはもうまず最優先として、はいはいはい、こう夏にこうしっかり見せれるような、かっこいい体に自分自身になりたいなって。なるほどね、はい、なるほどなるほど。そういうのはあんまり筋トレとかやります？やります。うん、結構食い気味に行ったね今ねどういう筋トレを、なんかチームの筋トレ以外にとかでも、以外でまんべんなく自分はやるけど、はいはいはい、やっぱ美ボディを目指してこうより色気を出せるかっていうサッカー行かせてんやん二人と、なんかこうなったりこうなったりみたいな、まあ、ラジオが音しか聞こえへんけどあ、なんかちょっと下半身だけじゃなくてあの、まあ、上半身、まあ、背中も含めてなんかちょっといい体に見せれるように。二人とも筋トレ好きなんや。はい。あ、そうなんや。トレーニング、ランニングのトレーニングあんま好きじゃない。それも好き。ボールがないトレーニングみたいなのはあんまり好きじゃない。あんまり。あんまり。いやでしょ。そう。得意、でも散歩とか得意っていうぐらいだから。長時間体制は長時間体制長時間体制は得意、うん、得意ないな、めちゃくちゃおもろいやん、お前ちょっと気づいたらもうあんまり時間なくなってきてんねんけどまあ時間なくなってきてんねんけど、まあ趣味もそうやけど、なんか例えば稲田選手からその安越選手にこんなとこがいいよみたいな、こういうの直してほしいわみたいな、こういうの直してほしいね、真面目。あ、真面目なんやね。真面目です、マジ真面目です。あ、そうなん、逆は安越選手が稲田選手に言いたいことみたいな、言いたいこと、言いたいこと、まあこういうとこ素敵やわとか、こういうとこ素敵、ここ直してほしいわみたいな。あ、でも優しいんで。優しい、はい、先輩。あ、一応、あ、一応一応二個差です。あ、二個差の先輩なんやね。なるほど、後輩思いなんやね。どうですか、でも最近ね、最近仲良くなったんだよね。あ、そっかそっか、はい、そうなんや、散歩仲間、はい、まだ散歩できてない。散歩できないか、はい、釣り仲間なんか誘います。誘います。ちょっとあの時間も時間にいいなけどそんな終わり方がいいかどうか分からへんけど、まあまずあの開幕戦お疲れ様でしたっていうところと、まあ次節に向けてあのしっかり皆さんで力を合わせて頑張ってほしいなと思いますので、また頑張ってくださいということで、安越選手と稲田選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。え、最近仲良くなったのは去年何月に加入してくれてんだっけ。9月、半年ぐらいか、半年ぐらい。それまでは、まあでもシーズン佳境やし、なんかそんな雰囲気でもないのはあったんかな。参入戦の、うん、真っ只中の時ぐらいだから、本当にもうみんなでやるぞの時だったんで、うんうんうん、でも本当この間の合宿で、うんうん、一緒に散歩したよね。おお、散歩してんねん。散歩したっけ。あ、洗濯散歩洗濯あ、もう、うん、そう洗濯で面白い話があって、はいはいはい、面白い話があってって言うと、あ、ごめんなさい、上がりよ、上がりよ、そのいい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 、合宿で、うん、こう洗濯を一緒に回そうっていうので、はい、ホテルに
こう数個しかなかったんで、はいはい、歩いて5分ぐらいのクイーンランドリーで毎回アリさんと回しに行ってたんですけど、その時はザキさんとジュンちゃんも一緒に4人で回そうっていうので行って、でもう洗剤とかもこう家から持参してくれてたりとか、で結構コインランドリーの大きめの洗濯機で回したんで、高めのお金やったんですけど、それも1回出してくれて、はい、さすがっすね、先輩っすね。で1回1回あの回ってるからちょっと帰ろうっていうので、こう帰り喋りながら歩いてたら、アリさんがわっって言って、何かなと思ったら、洗濯物あるんだけど。どういうこと？自分の回してないの？自分の洗剤、自分のだけずっと抱きかかえてた。何してんの？お金出して洗剤渡して洗濯回しに行ったのに、みんなどうぞで自分だけ持ってんだよ。しかもこうなんかね、バッグ斜め掛けに使ったんですよ。で、まあ、お金も入れる。洗剤もあのポンのやつ、はいはいはい、あ入れる、はいはい、しゃ入れて、ありがとう、私がやったからみたいな、はい、で先輩も、マナさんとザキさんか、ザキさんとジュンちゃんも、はい、あの先輩なんで、はいはい、まあ、中堅だけど、はい、ここでは私が入れる、はいはいはい、なんか重いんですよ、肩だろうな待ってると思って見るの怖くて、ちょっと待って、アミちょっと怖いんだけどって言って見たら、何やって、まあまあ歩いてんの、もうホテル着きかけ、うん、何してんの、ほんとまた戻った、うん、洗わず諦めたね、はい、諦めんの、あれあれよね、あの二分連みたいなので、ね、うん、昼の時に、はい、うん、だって夜めっちゃもう2倍なんじゃない、そうやな、そうやな、ここ洗おうってね、気合い入れて、うん、気合い入れていって夜パンパン夜パンパン結果ね結果ね、出すも出して、そうやな、だから昼の間やったら、まあほんまに昼休憩休みだしちょっと昼寝したかったりするけど、はい、で頑張って行って帰ってきたら忘れてたら、うん、もう一回行かれへんな、うん、それは行かれへん、はい、しゃぼれん、普段せえへんことやったの多分、まあ預かってその友達っていうか、その、はい、多分自分が入れた気になったんですね、自分がね、入れた時ね、うん、で歩いてたら、うん、ちょっと重い左が重いけどみたいな、みたいな、もうあるじゃん、何やってんの、ちょっと重いよ、何ですよ、もう爆笑みんなで、かわいいですね、かわいいですね、かわいいところよね、かわいいですね、まあ、そういうのもあって仲良くなってんのかな、それがなかったら多分ここまでそれがあったおかげでこんなにも仲良くなってやっぱキャンプ通じてみんな、なんていうの、仲の良さも含めてチームワークなのか、まあ、同じ釜の飯を食うっていうのはやっぱ良かった、うん、あ、良かったこいつのこんなとことか、この人のなんか素顔みたいなって見えるもんね、キャンプとかやったら同じ生活してたら、うん、え、部屋は2人一緒？いや、もう全員1人部屋です、あ、そうなんや、なるほどね、で一人部屋やけど誰かの部屋行ったりとかすんの、そういうのあんまりみんなこもってるの、知らないとこではしてるかもしれないまあね、分からない、でもじゃあもうずっと部屋みたいなバレた、バレましたね、二人とも部屋、あ、でもちょい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 は行きますよ、うん、ね、え、なんか娯楽行こないちょっと部屋おるでもキャンプホテルなんか娯楽スペースみたいなあんの、例えば卓球場ありますとかさ、卓球できるスペースとか、何か団らんできるなんか今みたいなリビングみたいな、あ、ロビーにはソファーは何個かあるんですけど、見たら誰もらんのいつもないね、ご飯の前ね、ご飯の前ぐらいしか行かないの、私って、あ、そうね、私もみんなでトランプしたりとかさしてるかも、してるかも呼ばれてないみたいなや呼ばれてないみたいやん、考えたことなかったね、そういう、え、キャンプとかってだって24時間作家の話もそうやけど、うん、24時間なんかそういう普段ね、うん、あまりキャンプ行かへんかったら一緒に合わせない時間とかもこう合うからさ、みんなで助けしたりとか、俺らの時はなんかそんなんがあるから、うん、
やってんのかなと思ったけど、もう部屋寝てんねや。じゃあ次会ったら持ってきます。トランプ。うん、か。そうやな。ゴールドじゃないやつ。うん、そうですね。いやからね。ということでちょっといろいろまだ聞きたいこといっぱいあるんだけど、まあ安子選手の出身が僕が大学通ってたところの、僕は多分ここに大学時代に多分指導まで行かへんけどサッカーちょっと教えに行ってた記憶もあるなと思いながら、こんな話はまたの機会にということで、またの機会はもうないんですけれども、まあまあ普段からねコミュニケーション取らせていただきますが、まあ放送自体がもうあとラスト1回になりましたね。これだから鳥のなんていうかな、レディースの鳥なんで今日いいの取れました。大丈夫、はい、まあ今シーズン長丁場ですけども、ぜひ怪我はね、怪我なくいいプレーを期待します。最後ちょっと一言ずつじゃあいただいて終わりましょうか。やばい。何を。まあまあそのなんか今後なんていうの、今シーズン目標も含めて、うん、頑張りますっていうのを安子選手から。はい。はい、こっちに。こっちに、こっちにでもいいし、俺にでもいいよ。あ、じゃあ。はい。はい。いつも応援いただきありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。はい。さっきカネさんが言ったように、はい、もう絶対怪我はもうやらずに、やらずに、みんなも怪我せずに、はい、こう心身ともに健康で、うん、最後なでしこリーグ終わった時に、うん、こうみんなでこう喜び合えるように日々の練習から頑張っていきたいと思いますので。また今後とも応援よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ほんまに俺に言われてる感じやから。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ稲田選手もお願いします。はい。こっちでもいいよ。こっちでもいい。チーム一丸となって、はい、まあ、より高みを目指し、はい、まだここで満足せずにみんなで戦っていきたいと思いますので、ぜひ練習にも。あ、ぜひ。はい、来てくださって。来ていただいて。はい、また、皆さんにパワーを与えられればと思いますので、はいはい、応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。僕も頑張りますんで、はい、改めまして安子選手と稲田選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。手を振っておしまいで、お願いします。